解体中のアリーナアブディペクチアリーナは、トルコイスタンブールにあった多目的アリーナである。トルコバスケットボール連盟が所有していた。1979年に寄港し、数年間建設が中断された後、1989年6月3日に、開場した。命名の由来は1979年に暗殺されたジャーナリストのアブディペクチである。以降20年間、 イスタンブールの主要なバスケットボールの会場となり、イスタンブールの4つのトップバスケットボールクラブが本拠地としたことがある。バスケットボールの他にも多くのスポーツイベントやコンサートなどが開催された。しかし、2010年に水難エルデムドームが会場したことで重要性は低下した。2016、17シーズンの後にアリーナは閉鎖され、2018年の はじめに解体された。跡地にはバスケットボールのトレーニングセンターが建設されることになっている。アナドルエフェスとガラタサライは2017-18シーズンからスイナムエルデムドームを本拠地としている。ガラタサライは数年後に新しく建造する独自のアリーナに移動する予定である。フェネルバフチェは2012年にウルケルスポーツアリーナに本拠地を移した。 アリーナの収容人数は12,270人である。バスケットボール、バレーボール、レスリング、重量上げなどのスポーツやコンサート、会議のイベントが開催された。施設には4方向から見えるスコアボード、6つのオンラインシステムカウンター、4つのロッカールーム、2つのインターネットルーム、2つの多目的オフィス、VIP ルームなどがある。 駐車場の容量は1500台である。ガラタサライの男子バスケットボールチームと女子バスケットボールチームはターキッシュバスケットボールリーグの2009-10シーズンに出場し、このアリーナをホームとして戦った。過去に行われたビッグイベントの一例としては以下のようなものがある。WORLDS t-a-t-i-u-m-s.com バースケットボールキャパシティ t-u-r-k-e-y-201a.fiba.com, abd-e-bektia-areena,http://www.tbf.org.tr/d-e-t-a-y/2018/01/19/abd-i-i-p-x-spoir-sara-nube-i-son. ブールテニー。ハット、アブディ IP キシーユークリア。2018年3月26日閲覧。アブディ IP キシースポアサラヌーエフセンジー、イエニービアボイットカザニア。2018年3月26日閲覧。ガラタサライビルディング、エーニュアレーナユーロジュップス。2018年3月26日閲覧。ヨーロピアンリーグ1991から92。 ヨーロピアンカップ1994から95、ハットユーロストアーズ1996、イスタンブールウィキメディアコモンズには、アブディーペクチアリーナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。